歴史を彼女たちが、歴史と、文化を再発見するために、私ども、今後も精一杯の手伝いさせていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では私からの解説は以上となりますので、マイクを、総合司会役の、中村さんと神林さんにお返しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。長い解説で恐れ入りました。恐れ入ります。それでは閉会にあたりまして、 NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会理事長の加山敦美様に一言ご挨拶をいただきたいと思います。加山敦美様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、地元で町おこしをやっております NPO 法人夢空間の加山と申します。今日はもう大変寒い中、大勢の皆様方にこの法要日をご覧いただきまして本当にありがとうございました。奈良県立大学として初めて主催しているわけでございますけれども、今日は、14代ご当主佐良家幸年様にご参加いただきながら、県立大金田寺学長さんのもとで二本松先生の学生さんとともにですね、この高まりを見たわけでございますけれども、実は3回今まで NPO 夢空間が主催してこの場所でやってきております。で、どうしても二本松先生とですね出会ったのが10年くらい前かと思いますけれども、松代真田藩はですね大変高まりが盛んだったと、特に真田信之さんはですね高まりに関しては非常に愛好家であったといったことをお聞きして、この松代城でその実践ができればいいかなというお話がいただきました。それ以来3回にわたって実施してきたわけでございますけど、今日は県立大学としてですね学長さんのご理解のもとにこうして盛大に開催できたことを本当に嬉しく思っております。今日は同じく高まりの研究者であります先生中澤先生もいらっしゃってます。上智大の先生ですけれども、教授ですけれども、先生はですねこの前ご講演いただいたんですけど、真っ白城真田家この高まりのメッカにしようじゃしたいなというお話をいただきました。金田先生ぜひまたご理解いただきながらですね、毎年こういったことができるように地元からも応援していただければありがたいかな、お願いできればありがたいかな、そんなわけを思っているところでございます。今日は本当に大勢の皆様最後までご参加いただきまして本当にありがとうございました。また午後にですね、日本松先生のご講演もございますので、ぜひそちらの方もご参加いただければありがたいかな、そんなふうに思っているところでございます。どうぞよろしくお願いします。それではこれで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。 NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会理事長の加山敦美様からのご挨拶でした。それではひとまず以上をもちまして、諏訪流法要術保存会による実演はお開きとさせていただきます。ありがとうございました。この後は皆様高城のお近くにお寄りいただき、高城とお話をしていただいたり写真撮影をしていただいたりすることができます。時間は20分ほど予定しております。ただし鷹はカメラのレンズを怖がりますので、あまり鷹に接近しないようにご注意ください。フラッシュは絶対に光らないようにお願いいたします。なおこの後午後1時半より長野市役所松代支所2階大会議室で鷹狩りの文化と歴史を学ぶ講演会を開催いたします。午後1時より受付を開始いたしますので、ぜひご来場ください。私たちの司会はこれをもちまして終了とさせていただきます。拙い司会でしたが皆様本当にありがとうございました。